とそれでは発表を始めさせていただきます。と牧場活動期2012ということで、東郷牧場で RA やらせていただいている、まあ、エマさんということで発表します。さっきまでちょっと本名だったんですけど、皆さん本名出さないので、私もなんかハンドルネームに変えました。で、自己紹介はエマさんということで、ツイッター ID が E in the field っていうアカウントで、そのなんかそのカービィ的な著作権的なあれで目隠したんですけどのアカウントです。で、私もトライ君と同じ同じ2012年の2月ぐらいから、まあ、入牧させていただいてます。で、まあ、所属としては東京工業大学生命理工学部生命科学科2年で、次の4月から大岡山キャンパスから鈴鹿系キャンパスっていうこんな感じのところへ移動になります。で、牧場、東郷牧場を知ったきっかけは、珍しく最前列に座って聞いていた授業で先生に紹介されたっていうことで、ちょっと普段あんまり授業いつも後ろの方でなんかあんまり真面目に聞いてる方ではないんですけど、この授業ではなんかすごい真面目に聞いてたら、先生になんかここで修行してみないとか言われて紹介していただきました。で、とりあえず私はなんかもう今まで皆さんが投稿 TV についていろいろ紹介してくださったので、まずは作成した投稿 TV の内容について紹介していただきます。私はこの1年間でこの3本の統合 TV を作成しました。で、1つ目のアレイエクスプレスは、アレイエクスプレスの中でも私はアトラスオブジーンエクスプレッションっていう機能についての紹介の動画を作ったんですけど、いろいろな遺伝子がどんな種類の生物のどの組織でどれくらい発現しているかっていうのを調べられるっていうツールです。牧場に入った時にこれやった仕事なので、前に誰かが作られたものをなんかインターフェースが新しくなったものをその作り直したっていうので、制作開始当初は本当大学1年が終わったところだったので、本当に発現量って何、マイクロアレイって何っていうレベルで始めましたが、その前の動画を参考にしたり、あと牧場でいろいろ勉強させていただいたりして、結構最終的には理解して作ることができました。次に作ったのがインパラノイドっていうツールの紹介なんですけど、これは2種類の生物の相同遺伝子を生物名遺伝子名などから調べることができるっていうツールです。これは本当全くの新作だったので、インパラノイドっていうサイトについてすごいいろいろ勉強しながら作りました。で、その相同遺伝子にもなんかオーソログパラログとか種類があるとか、本当遺伝子についてすごい勉強になりました。で、次に作ったのがオープンリファインっていうツールで、これはライフサイエンス分野にとどまらず、たくさんのデータについて、なんかすごい汚いぐちゃぐちゃになったデータをすごいきれいに整理整形できるっていうツールです。で、このオープンリファインのサイトにチュートリアルの動画があったんですけど、それはあまり生物と関係ないことについて紹介してたので、それをなんか生物系のデータを用いてライフサイエンスっぽく紹介するっていう動画を作りました。なんかマイナーツールなんですが、すごい用途が広い便利なツールなので、ぜひ見てみてください。で、ここでちょっとツイッターの皆様はパソコンか携帯を開いてくださいっていうことで、結構もう内部の方はみんなご存知なんだと思うんですけど、まずツイッターを開きます。で、検索欄に統合 TV ボットと入力して検索します。で、フォローボタンをクリックします、とりあえず。はい、まあ、こういうことで、この統合 TV ボットっていうのを私が作りました。この統合 TV ボットは1時間に1回統合 TV を紹介するっていうもので、昼間は昨日のランキングとか先週のランキング、さっきいろいろ画面に出てた視聴数先週の1位でしたとか、そういう1位とかそういうののランキングからと紹介していて、夜間は全ての統合 TV の中からランダムに紹介しています。で、このボットでなんか提案されるなんか新しい統合 TV の使い方っていうのを考えてみたんですけど、従来はその統合 TV っていうのは自分の使いたいツールがあった時に、その使い方がなんか英語だったり専門用語が多かったりしてわからないから、統合 TV を見てその使い方を知ろうっていう使い方の人が多いと思うんですけど、このボットにより新提案ってことで、ボットからなんかランキング1位のツールがある、でもこのツール知らない、どんなツールなんだろうっていうのを、ちょっと総合 TV 見たことで、あ、このツール便利使えるかもっていう
新しい使い方ができたらいいかなっていうふうに思います。まあ、でも実際現状ではなんか牧場関係者がランキングを見てなんか何曜日はこういうなんかツールの人気が高いんだなみたいなことを言って楽しんでいるっていうのが現状なので、ちょっとフォロワーをもっと増やしたいなと思ってます。まあ、今後の展望としては先ほど紹介させていただいたオープンリファインのもっと発展的な内容の統合 TV をまあ作りたいというか今制作中なんですけど、それをやりたいっていうのと、あと統合 TV ボットの機能の拡充ってことで、と、まあ、統合 TV ボット見ていただいて何か要望意見があればぜひ私にと Twitter でも何でもいいので教えてくださいっていう思っています。で、あと TV 作成以外にも牧場ではなんか様々なことをやっているので他のことにも手を出せたらいいなとちょっと思ってます。以上です。